化粧したからってね、うん、そんな白いじゃない、うん、私は化粧しなくても暗いのね、うん、どうしてこっちに来たいんだよ、日差しがオセロです今日はガールズミーティング大阪初日1日です。私は具なしパスタ食べます。具凍っててかけた、なんかめっちゃガチガチだった。うん、やったやったよっしゃ、うん、やったらしい。今日目覚まし鳴る前に起きた。なんで9時半にかけてたけど、うん、9時過ぎに目覚めた。うん、うん、鶏肉がシャリシャリ言ってる。冷蔵庫の効き良すぎだろ。ね、冷凍庫じゃん、うん、でも冷凍庫に入れてないんだよ。冷凍庫一番上なのね、氷のとこじゃないとこに入れてるのにめっちゃガチガチ。会場はここから40分だって。ね、ちょっと寝る、うん、寝るね、うん、寝れた寝れた。また寒いって言うんじゃない。確かに。だからな、それ買っていたらよかったら。なんか一回寒いからよ。多分みんな寒いって思ってないからみんな半袖だよ。新幹線は行けるか、飛行機が寒かったのか。新幹線も寒いよね。寒そう。だってこの間うちのさバスタオルかけてたんだよ。そうだ寒いって言って。そうだ。そうだ。ぐらいだから普通に寒いんじゃない？うん、今日めいめい男いるかな？いやいるかな。前もいたよね、大阪のガーデニングって。花だもんね。見たの？めいめいってマザーと張るぐらいすごい元気な声を送ってくれる男子組がいるんです。ありがとう。片方エアのファンだよね、うん、あと続々と今日来る子たちはこのうちは持ってますっていうメッセージを送ってきてくれてるので今一つずつ確認してるところです。ありがとう。早くなるべくね。でも雨降ってなくてよかった、ね、確かに。やっぱイベントの日雨はね大変だから、うん、美女とかね湿気がね、そう下ろしていきたかったのにみたいな。もうポニテしかできないじゃんみたいな。だってひじきも凍ってない。え、大丈夫だよ、チャリチャリするひじきは最悪だよ、うん、まだ大丈夫、大丈夫。新メンバー、2リットルの水エアの朝ごはん、リコピン前トマトジュース。えもう一回いくね。前トマトジュース、ジュースだよ。それ野菜だから忘れてたね。ジュースじゃない。みんなが分かりやすいようにジュースって言ってるだけで、これはトマトの汁、分かる？それを売りやすくするために言ってるだけだからいいんだよ。トマト 100% だって。ほら、じゃあトマトじゃない、うん、原材料トマトしか入ってないもん。ほら、え、そう、うん、ジュースじゃない、うん、へぇ、すいません。トマト丸ごとはジュースじゃないから大丈夫。ありがとう、うん、健康食だし。すみれ詰めて、俺も。え、だよね。引きが良すぎる。なんかホテルの冷蔵庫とは思えない。嬉しいけど、うん、やばい、時間ない。てかさ、昨日さ、マッサージするの忘れたね。うん、うん、お前が昨日の中で暴れてっからね。全然忘れてた。絵はね、松山に行くときと帰るときどうしてもなんかこういう空港でやる足のマッサージをやりたかったらしくて、マッサージ機ないかな、マッサージ機ないかなってずっと探してる。マザンチあるよ。え、マザンチ行こうか、じゃあ。あるよ。では会場に向かっていこうと思います。バイバイ。バイバイ。後でね、頑張ります。プリーズチャンネル登録。エアさんのメイクスタートです。はい、メイクスタートです。エアさん終わったんですか？はい、 YouTube なんか来ちゃって。これでもう第一弾サンプルなんで。あ、そうなの。今日着るやつは濃い、ここにニットスパンコールがついてる。え、可愛いじゃん。これはレアなんで、みんな T シャツ送られてくんだけど、キラキラがついてる人とついてない人。え、そうなの。そうなんだ。これを今日着ます。ついじゃん。私キラキラ大好き。はい、カメラは？ん？ここにあるの？カメラなしにやりに来ない。え、聞きました皆さん、カメラなしにやりに来ないって。やりに来ない。これビジネスパートナーですか？そうです。カメラなしでは部屋のベッドで一緒に寝ようとしない。いや、寝ます、こいつ。
でもカメラなしだと拒否ってきます。だるカメラつけないとさ、ダメってことか。そうだよ、こいつこそビジネスパーソナルで違います。せーの、違います。誰と合わせたのよ。うわ、いいじゃん、すごいすごいいいじゃん。これ出張サービス、出張サービス。うん、5分はサービスつけてあげるから、うんうん、10分コース、15分コース、そこにサービスプラス5分されるっていう形ですね。それいいですね。はい、はい、それなんですか。はい、です。ありがとうございます。あとこれ、フルーツさん。ありがとうございます。え、何それ。なんか欲しいのありました。わかんないです。なんか送られてきてました。あ、見せました、さっき。あ、ありがとうございます。聞いてないでしょ。あ、やばい、目が怒っている。あ、どうしたんですか。変化あるなんて聞いてないよな。はい、あるって聞いてたけど、何があるかは知らなかった。すいません。そしたらなんかエアにだけアサイーボール。え、アサイーやんの見ますか。すいません。お前な、こればっか乗せてんじゃないよ。え、食べたい、これだそうです。食べたいけど、結構悩みました。うん、全然してなかったけど、あと10分で代わりに移動する。じゃリハ終わり。エアちゃん、顔も撮って。ねえ、え、見たい。フルーツサンドとかある。え、かわいい、これいちご、ローストビーフの。え、すごい、ローストビーフがいっぱいある。これはちょっとぼやけ。レモネード。ごめんなさい、ごめんなさい、読めない。すみません、レモネード。すみません。あとこのクレープ。うわー、クレープと、このアサイとかグリークヨーグルト。え、グリーク、うわ、グリークあんじゃん。流行りの、やっぱ若い。このケーキもありました。うわ、ティラミス美味しそう。はい、すみませんでした。まあいいわ、すみませんでした。今日のサムネこれにしよう。トラコ、はい、読みに戻れ。じゃあリハ終わりに見てきてもらおうか。そうだね、はい、私は完成。お、早い。ワン、ツー、ミ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 ー、な、こっちはな、仕事してんだよな。今日、めちゃめちゃこれ、行って帰りましたよって言ったつもりだったんで。いや、聞こえてなかったね。聞いてるもんだと思って。そう、うちは聞いてた。浅いって思った。タレントを平等に。頼んだぞ、はい、頼んだぞ。総長、総長は隅っこで仕事してます。はい、ちなみにあの会場はこんな感じでした。自由席もあんじゃない。なんでここから不用意に出ると並んでる人たちが。え、見に行ってこよう。お願い、ちょっとだけ不用意に出てみる。じゃあ、一緒に出ました。ちょっと待って、そこから出ないで。え、ちょっと待って、メガネ持ってくる。ここにこう出たら、こっち側は柵があるんですけど、こっち側が網やみになっているところはあのお客さんが見えますので。あ、そういうこと、はい、お客さん見に行こうぜ、騒がしちゃおうぜ。あ、そういうことね。あの、そこまで騒がれないっていうことが分かりました。余裕です。え、お、めいめい男いた。いっぱい叫んでね。 OK。 めいめい男がいました。めいめいに伝えましょう。めいさん、全然騒がれません。大丈夫です、見つかっても。え、全然いますけど、ウランでは騒がれないっていうことが検証されまして。で、めいめい男いました。あ、いたんだ。いっぱい叫んでねってお願いしてきた。え、もうみんな入ってんの会場。うん、並んでるさ、ちょっとめいが行ったらやばいっす。ほんと一周行ってみますよ。あの、はい、待って、仕事してる。邪魔しないでね。お願い忙しいんですよ、私は。お願い、大丈夫だよ、まだ。大丈夫だよ。エア誘ってみない。エア今メイク中だから。え、多分読んだくるから。エア、エア遊びに行こう。ほらね、うん、お願い。メイメイた。メイメイ、お前ポコみたいに可愛いと思うよ。メイメイって言って、ポコみたいに可愛いと思うなよ。もうあげんなって。
食べ物ね、そうだよね。エアが2連続食べ物のストーリー上げてるんですけど、どう思いますか？何と何？楽屋弁当とアサイーボールってあげてます。いりますか？ダメです、まあ、それあげるなら自分の顔あげないと。えですよね、プラスで、うん、で、あの3件ぐらい、うん、エアちゃんにご飯はいいです、顔を上げてくださいって伝えてくださいって DM を私に届いてるんですけど、伝えても言うこと聞きません。あ、かわいそうに。じゃあウランが撮ってあげない？うちが上げても意味ないんですよ。みんなはエアのストーリーに載せて。あ、そうですか。エアので撮って、エアので載せて。あ、じゃあうち分かった、ログインしたらいいんじゃん、エアのインスタ。でもうちあれだよ、X はエアのログインしたまんまなので、今からエアの X 乗っ取りたいと思います。ほら乗っ取りました。はい、今からリハ行ってきます。めいめいはメイクは自分でやったんですけど、この後、髪の毛をやります。すいません、お待たせしました、もう行きます。会場に来ました、あさみめい通ります。なんかすごいね、すごい、ね、だからその隣がもうあれなんだって、キッチンか。はい、エア通ります。うわ、中華スープかな。中華スープではないか。アルミ恒例の夏の運動会。はい、私たちも全力で応援していきたいと思います。わかります。プリーズチャンネル登録。ミラさん、エアちゃんがメイク終わりました。はい、アサイ。嘘、え、うちアサイ食べたことないんだけど。何味の？え、何のアサイ。ベリーっぽい感じ。うん、おいしい。おいしくないらしい。やっぱうちおしゃれな食べ物向いてないんだわ。おにぎりと味噌汁が一番なんだと思う。あとバナナが混ざってんのもダメなんだよね。私はバナナ好きじゃないじゃん。そう、バナナ大好き。だってバナナ買って持ち歩いてたもんね。今回ね、ずっと持ってたもんね。いつ食べよう、いつ食べよう。で、今も持ってるもんね。そうそう、バッグの中に。ここにあるよ。え、あ、来た。持ち歩いてた。でも最近よくメイがアサイー食べてるとこを見かけます。そう、最近ハマってる。で、エアイはこれは今まで食べた中で一番美味しいらしい、ね。でもバナナの味強い。うん、確かに。なんかベリーよりバナナなかったら食べれるけど、多分酸っぱい系でしょ、うん、で、あのアサイって。そうそうそう、うん、で、メイは別にファンタが飲みたくて飲んでるんじゃなくて、ブドウ糖摂取の飲み物で一番上の方に出てくるんだよね、ファンタが。ブドウ糖はファンタかコーラ。そうだからファンタ買ってもらいました。で、この人はなんかポージング練習。なんか後ろでずっと。で、エアちゃん終わったんでしょ、準備。ん、遊びに行こう。行かないよ。なんで？私今からね、食べないといけないもん。一瞬一瞬。ダメダメ。お願い。フルーツサンド食べないの。お願い、遊びに行くわ。ダメ、行かないの。お願い。ダメ。なんで？楽屋から出ないの。お願いお願い、行こう。ノーノーと。行かないよ。行こう。早く。もういい。今エアに遊びに行こうって言われたら断られた。でももういないですよ。でしょ、だから遊びに行こうって言ってんのに、楽屋からノーノーと出るなって言われた。だからもういいってでっかい声で叫んで出てきた。どこまで外に行けるかチャレンジ。ダメダメ。今日は ACT ホールでやります。初めて来た。海沿いなんだね。さっき船の音したんだよ。なんかいっぱいコンテナみたいなとこが周りでありますよね。うん、そういう会場とかイベントとかをよくやるんじゃない。もっとどっか遊びに行きたいな。アジア海洋トレードセンターっていうんですか。で、ACT ATC だった。 ATC ATC です。で、アサイがうまいって言ってました。あ、よかったよかった。さっきあのエアジアにだけアサイ買ってきたら反省会してます今、マネージャー陣で。
怒られて、実は仕事してるんだ。だから謝ってるとこ写真撮っておいた。以上、マネージャーの反省会でした。はい。今日は猫耳にしました。なんか髪切ってからアレンジがハーフアップしか思いつかない。ハーフツインがいいって言ったら、ハーフツインって昨日やってたやつ、うん、みたいな。うんうんうん、うちがさ、頭何がいいですかって聞いたのに、みんなエアとメイク、死ぬ。ついでに言っといてください。ウランさ、うん、メイがさ、あ、ウランがさ、メイがにさ、ウランがさ、メイにくれたさ、ピン、メイつけたじゃん、うん、それ乗せた、まだ乗せない。あ、乗せない。多分みんな何残っちゃうか。確かに。まあ動画出てないから。でもエリンギの時はいろいろやりたいな。ね。だって2公演あるし。最初おろしで、うん、次アップで。なんか1個ぐらいさ、意味わかんない髪型とか。じゃあさ、え、サザエ、サザエ。サザエみたい。その公園来た人かわいそうだよ。メイサザエみたい。じゃあウランカツオね。いいよ。いいよ。これいらなかったの？ナナちゃんにあげるって。そう。思ったより高いですね。そう、でも絶対高いと思う。いくらでした？え、でもこれ500円でした。え？え？これ500円。無意味だね。これ900円、浅い1500円。うん、浅い、超高い。ねえ、マコアソ写真。ねえ、エアちゃん、エアさん、苦情来るって。喧嘩売ってこう。苦情しか来てないんだって。3連続ご飯はやめて。じゃあエアが反抗しています。顔乗せてってずっと言われてんのに。あ、すごっ。しかも、じゃあどうせならしっかりやってもらって。いただきます。うん、何味？これ。ローストビーフのタレ。うまい。分かんない。卵あります。うわー、美しい。うまい。眠い。もう食べてるからじゃない、ずっと。私今ダイエット中なんで。痩せちゃうよ。これ痩せちゃうの？だって、うん、タンパク質とタンパク質。確かに。見て、雑穀米。え、ほら。え、やばい。いや、痩せる。やばい。え？痩せちゃう。これダイエット食じゃん。うん。しんど。これ楽屋でやった時。楽屋でさ、うん、本番さ、あの音響とかズンってなっただけで飛んでったんだ。ズンズンズン。こんにちは。飛んでくるたぶん。気をつけて。うん。私の耳入れるやつ。一応聞こえてないからって大丈夫だろうって思ってたらさ、うん、聞こえてないだけで刺激はあるかもしれないから、うん、そのリスクをなくすためにもちょっとでもケアできるとか。さすがにでもヘッドホンするまでではなくなったから、うんうん、一応耳栓でね、保護してもらいます、はい、でも会場入りってしてるの？してる。会場の中見たいね。送られてきてるよ、あ、DM で。 DM で見たことある。マジマジかわいい。あ、今日のパンツ聞かれるんで答えてあげてください。何色ですか？あ、すいません、ないです。あれ、黒、赤、白、黄色でもない、はい、何？答えはって載せる。答えはベージュ。めっちゃベージュ。ベージュ。すいません、うちらは多分イベントの時あんまり派手なパンツ着てないかもしれないです。青。青なかったよね。なかった。よいしょ。ファミマのさっぱり食べます。マジで3日間ずっと食べてる。で、明日も食べる。最高。これ、正順だったのか。席は決まってなかったんだよ。あ、そうなんだ。なんか、中入れたよ、前の方取れたよ、みたいな。たこ焼きポーズしてやって、こう。めいめい来た。じゃじゃーん。ハーフアップ。ハーフきつい。めいめい最近ハーフで。それはそうだよ。ほら、コツコツだ。食い込んでるし。どうしよう。開けたな。別にそう。なんか上がってる。
度値がどんどん上がってんの。麺って冷たいみたいな。え？冷たいだったかな。ごめんね。本番前にごめん。皆さん、カルミでエア、あ、エアじゃない、メアイが。メアイが。あの不機嫌そうに立ってたらこれが原因です。フランが息をかけたせいです。本当にすいません。フランは高っ。かわいい。かわいい。何してんの。いや、ここに飴入れてたから。あ、ここもっこりしてたのね。あ、そういうことか。完成しました。じゃじゃーん。本日はこちらで参りたいと思います。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。盛り上がっていきましょう。何ですか？通常ですけど。通常。はい。こうしてもらう。すっごいなんか少しでも覚えたら吐きそう。では本番行ってきます。頑張ります。Let's go go。地元開催喜んでます。あ、大城さん来ました。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。いや、黒すぎて顔しか映ってない。怖いからやめても。マサル上がってる？誰が上がってる？上がるか。ライトもいい、その環境。何の意味もない、ここのライティング。ほら、いつもよりなんかニコニコしてる、やっぱ違う大阪だから。わかります、地元っていいですよ。違う違う、それをうんって言ったら調子乗ってるようになるやろ。乗ってないから。え、結構人入ってますか？入ってる、入ってる。早く見たい、ね、楽しみ。頑張って盛り上げます。入れんでいいね。キモい格好で。あ、そうだ、髪の毛直そう。髪の毛を直して後半戦に向かいます。みんな今多分休んでるはず。よいしょ。人多かったね。埋まってるところもはあったんだけど、後ろが立ち見 OK で、そこも結構人いっぱいいた。しかも多分うちらがうちわの動画出したじゃん、うん、みんなそれ参考にしてる。え、そう、かわいすぎる、ね、なんか書いてあることとか。そう、メイやった。メイめっちゃメイって書いてあった。読んだ方がいいかなって思って。急に MC 中に。そう、せやみたい。あの橋口さんが喋ってない。メイ。親が巻き終わったら私は次行って、そしてトイレ行って、やばい、準備やることいっぱい。あ、そうだね、通ります。ちょっと通ります。有効活用しよう、時間の。黒子さんのおやつを食べないといけない目標を達成させてあげたい。それだけは達成させてあげよう。いやいや、大丈夫です、大丈夫。あと10分です。はい。うら、うんこか。そう、あいつさ、急ぐって言ってうんこか。レアとそば、うん、レア目の真似して。チカチコーナーの部屋根っこが歩いてます。 OK OK。カテンするんだけど、なんで？テンション？入れるよ、入れる。うん、すげえ。ミーの体見て。エアもだよ、こんな。左手はほぼ使い物になってない。刺さる人には刺さるね。刺さるかな。
ちょ、もう一回ぎゅうぎゅうに座ってみてください。普段ぎゅうぎゅうで座ろう。ね。普段待ちな。待って。早く。普段ぎゅうぎゅうに座ろう。はい。早く来たいらしい。早く来て。はい。仲間で立ち。はい。すいません。結構嫌だ。後ろも見えないし。何してるか分かんないし。今エアとメイで一個の椅子にぎゅうぎゅうに座ってみてる。そう。で、ずるい。だから裏も。待って、やばいじゃん、あとやばいじゃん、早く早く、ほら、こんな感じ、いくよ、刺さる人には刺さる、あ、やばいやばい、危ない、やばい、めっちゃ刺さってる、これ違う意味で刺さってる、どういいと思う、どうですか、どうですか、刺さってますか、キービジュアル、一回さ、ウランとさ、エアのさ、エアの足が折れてさ、検証したい、うん、したい、1個のエアの、エア足ま1個にしておいよ。で、こっちの1個はさ、1個にして、こうして。ほぼ裏に座ってるの。そっち、大きいですね。刺されたには刺さる。ほぼ裏です。ほぼ裏です。ほぼ裏です。あっという間に終わっちゃう。マジ、あっという間だよね、こういうイベントって。気づいたらもう終盤なんだね。始まるまでは結構長いんですけど、リハーサルとか準備とかで、まだかな、まだかな、だからみんなもそうだよ、確かにまだ始まんないかなって思うけど、始まったら、え、早い早い早い、え、もう2時間経った、そうだよ、え、ねえね、どっち見せて指、あ、パーツ違うんだ、今日は右は結構やっぱ使うから、ここはそんなに乗せないと思って、こっちはそんな使わないから乗せたい、宇野さん仕様です、めっちゃゴテゴテ、かわいい、ギャルだね、今日キラキラいっぱいですね、はい、T シャツも、確かに、で明日はラプンツェルになるので、ラプンツェルも紫でしょ、いいですね、でその次の日は宇野さんの夏ツアーの初日ということで、うん、何時から、6時会場、7時から朝の、うん、なわけないよね夜なんだ、夜、そういうとこってさ、ポップコーンとか売ってんの、売ってないよ、売ってないんだ、何しに行ってんの、いや、なんかさ、そのライブを見ながらさ食べるやついねえだろ、ポップコーン、ライブ見ながら、はいはいはいってやつ、うん、一緒に踊ったりすんのよ、へえ、いやさ、サッカーのあれはよく行ってたの、観戦で、パパとママと、観戦は食べますよね、野球とかも、いろんな食べ物があってさ、うん、ライブはもうペンライトとかタオル振り回したりとか一緒に踊ったりするから、基本食べ物はないから、まあ、あのロビーで食べていいですよっていうホールとかはあるけど、客席で食べる人あんまいない、あ、そうなんだ、普段さ、楽しみ続きだね、じゃあ、そうなんだ、今週休んでられない、忙しいじゃん、で、休みなしで、また撮影ヘアメイに会えるから、いつでも会えますけど、ヘアメイに会えるのがすごい楽しい、ね、コストコにサーモンだけの寿司出たらしい、え、食べないといけない、なんか今までそのいろんな寿司入ってるの売ってたけど、でサーモンを買うのもちょっと大きいなみたいな人いるじゃん、え、めっちゃいい、サーモン寿司のみのやつでちょっと安い、2000何本くらい、寿司パーティーしよう、ね、それにしよう、うん、呼ばれたよ、あ、そうできます、じゃあ後半戦ね、レッツゴー、くれた方、私たちの初のガルに MC いかがだったでしょうか、楽しかったな、楽しかったけどさ、うん、運動会とかさ積極的にみんな来てくれて、そう、めっちゃいいね、ね、うちらのイベントの時もあのぐらいみんな来てもらう、うん、はーいって言ってる人みたいなめっちゃすごい、はーい大学1年生みたいな、え、そうね、はい、鬼ごっこする人はーいって言ったらやっぱみんなの反応がいいとやっぱこっちも嬉しいから、ね、嬉しい、喋ってて、なんか、あ、なんか滑ったかもとかさ私滑ったかもとか思うよりかは、うん、みんながわははとか言ってくれ
くれるイベントってめちゃくちゃいいなって思ったし、アルミってこんなにやっぱ近いさ、うん、近いイベントってなかなかないから、うん、10代の子とかは特にイベントってイベント行けないとか言って、うん、アルミとかはね来やすいイベントだと思う、またどっかであると思うから、うん、私たちもまた出演できるように、ね、頑張ります、お願いします、頑張ります、お願いします、お願いします、頑張ります、お願いします、頑張ります、誰に対してのお願いしますかの上の方、あ、上の方、上の方へ、お願いします。じゃあお手紙書いて、はい、綺麗にして帰りたいと思います、はい、大阪ありがとうございました、ありがとうございました、またイベントとかで来れたらいいなって思います、はい、大阪のみんなまた会おうね、次のイベントはエリンギだよ、やばいよみんな、エリンギのイベントだよ、トラコさん準備頑張りましょう。やばい焦ってるドキドキですが、私たちのイベントもお楽しみに、はい、楽しみに、また次回の動画でお会いしましょう、バイバイ、おきに、 YouTube 見てんじゃねえよ、この野良犬がかわいい今やんな